ペーナ国立宮殿は、ポルトガルシントラにある宮殿。19世紀ロマン主義を象徴する建築として、有名である。現在、国の文化財となっている、ペーナ宮殿は、1836年に、女王マリア2世の王廃フェルナンド2世により建てられた。十分な教育を受けた未来の王フェルナンド2世は、初めて山に登り急フラデスヒエロに満たす修道院の、廃墟を目にしたとき、 すぐに、シントラに一目惚れした。ペーナ宮殿1755年のリスボン地震が、首都と周辺地域を荒廃させ、ペーナ修道院は廃墟と化した。しかし、ニコラウ・シャンテレネ作とみなされる、大遺跡と石化石膏でできた、壮麗な祭壇背後の棚を備えた、礼拝堂は無傷であった。シントラの山頂に広がるこれらの残骸が、 若いフェルナンドを驚愕させたのだった。1838年、カステロ・ドス・モーロスと他いくつかのキンタスのすぐ、隣である旧修道院を、フェルナンドは手に入れ、周辺をすべて囲いで囲んだ。設定アイスグルから、ベーナグーを眺めるフェルナンドは、空想的な夢を持っていた。古い修道院を再建し、シントラ滞在時に、ポルトガル王家が滞在する夏の離宮となる新しい、 部分を付け加えるのだと。ロマン主義的な再建命令が陸軍中将であり、採掘技師でもあったビルヘルムルートビヒホンエッシュベーケに下された。宮殿全体は、ほぼ巨大な岩の上に壮大に立つ。フェルナンドは、異国風の豊富な種類の樹木を植えて、イギリス式公園を作ることを考えていた。このようにすると、公園とペーナグーは、 魅惑的な王子と王女が登場する本の世界のようになる。宮殿の突飛な様式は、バイエルン王ルートビヒ2世が建てた、ノイシュバンシュタイン城を見るものに思い起こさせる。この違う様式の模倣と、組み合わせは成功したと言えず、マヌエル様式の窓の隣に、ムーア風の扉があるといった具合に、しばしば不思議なコントラストを描く。宮殿自体は税を尽くした様式で、 一風変わった建築様式の大量な動的効果がある。違う様式の混合は、ゴシックリバイバル建築様式、ネオ・マヌエル様式、ネオ・イスラム様式、ネオ・ルネサンス様式、その他様式の中で示されている。例えば、ベレンの塔のように揺るぎないポルトガル建築を参照すれば、当時の人々の思考がすべて国際的に共通していたとわかる。 最も変化のある姿をした、別個のタイの万平語や、新スペインアラビック様式のタイルで不揃いに飾られたテラスなどが、顕著な要素である。トリトンの有名な像は、数人の作家によると、世界の創造を象徴しているという。晩餐の間ペーナ宮殿の屋内装飾は、王家の夏の利休として整備された。素晴らしい漆喰細ザイク、トロンプルイユの施された壁。 19世紀以来の多種多様なタイルの外装が、おびただしい数の王家の美術品の一部となっている。現在、ペーナ宮殿は一般に公開され、ユネスコ世界遺産のシントラの文化的風景の一部として登録されている。時には、ポルトガル共和国大統領と外国からの品格の公的行事の場として使用される。ありがとうございます。